私ね、いつもタイに来るとバンコクでこのお財布買って帰るんですよ。でうちの母とか妹とかにも買って帰るんですけど、すごいね喜びますし、あの日本でも私あのなんだろう、スーパーに行くときはこの財布使ってるんですよ。そうするとね、店員、日本の店員さんにもね、かわいいっていつも言ってもらえるんですよ。すごい使い勝手いいですよ。あ、これ買ってこう。ゾウさんですね。かわいい。ゾウさんかわいい。やっぱりタイといえばゾウさんなので、うん、私のポケットマネーで。さすが太っ腹よっ、日本一。ポケットマネーって言っときながら。見せちゃうみたいな。皆さんにこうたくさんお金の貯まるようにね、この素敵です。これを35個くださいってちょっとね、うん、言ってもらえますか、はい、ロッダイ前します。ロッダイ前しないですか。ロッダイ前ちょっとするとかわいそうかなと思って、はいはい、お子さんですからね、はい、ちなみにこのお子さんはいくつですか。何の子ですか。あの店員さんの子。ああ、かわいい女の子がね、お店番やってますよね。あ、言うたらいか19歳。19歳、はい、ね、すごく可愛らしい、はい、じゃあこれを35個くださいってちょっと言っていただけますか。こう35安、みーまい、みーまい、だいぶしゃべらはい、あ、だいぶや、まあここからあの好きなの選んでください。じゃあ選びましょう、35個。はい、じゃあ今からこういうの大人買いっていう、大人買い、まさに。あ、ゾウさん、ちょっとじゃあちょっとね、はい、ゾウさん柄でちょっと行きましょう。あの女性の方だったらやっぱり明るい色とか、はい、ゾウさん柄がいいかなって。これこういうのでも可愛いですよ。終了式に渡しましょうね、プレゼントに。全部違う感じ。